君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦は、作用と計による日本のライトノベル。イラストは、猫鍋青。富士見ファンタジア文庫より、2017年5月から、刊行されている。略称は、君戦。2018年4月5日に、YouTube にて、オーディオドラマが公開された。2020年10月から12月まで、テレビアニメが放送された。 高度な科学力を有する帝国に所属する、史上最年少で帝国の最高戦力である、首都生に選ばれたイスカ。魔女の国と遺付される、ネビューリス校長の第二王女であり、高理の魔女と称され校長最強と歌われる、アリスリーゼ。戦場で出会った二人は激戦の中、互いを、互いの宿敵と認め合う。二人が、中立都市で再会すると、 イスカはアリスの美しさと高潔さに心を奪われ、アリスはイスカの強さと生き方に惹かれ始める。そうして何度も偶然の出会いを重ねるうちにお互いが世界平和を望み合っていることを知る。しかし、帝国と校長、敵対する国に所属する二人が共に歩むことは許されず、互いを打倒しそれぞれが目指す世界平和への礎とすることを選択する。 声はアニメオーディオドラマ共通の担当声優を示す。俗称は帝国。高度な科学力と軍事力を有する世界最大の大国。保守霊を宿した保守霊使いを迫害し敵対しており、100年間戦争を続けている。首都制帝国の君主である天帝の直属護衛であり、帝国の最高戦力。作中では11におり、 かつてイスカも選ばれていた。一般兵その他の天帝国の人物、星が持つ未解析エネルギーである星霊を宿す星霊使いたちが建国した国。自分たちを迫害してきた帝国を憎悪し、帝国の打倒を掲げており、百年間戦争を続けている。ネビュリス校長を建国した始祖の魔女ネビュリスの直系の星霊使いは純血師と呼ばれ、強力な 指令を宿しており、帝国から警戒されている。初代女王の三人の娘たちの末裔にあたる、現状のルーケと過激派のゾアケと中央のヒュドラ家の三血族からなる。ルーケゾアケヒュドラかその他のネビュリス校長の人物、ヤングアニマルにて、2018年ナンバーワン0から2021年ナンバー6まで連載。作川岡間。 2019年10月20日にファンタジア文庫大感謝祭2019にてテレビアニメ化が発表された。2020年10月から12月まで ATX 他にて放送された。第1期は原作の1巻から4巻までに相当する内容となっている。2021年10月には続編の制作が発表された。 ミスカ役の小林祐介とアリスリーゼルウーネビリス救世役の天宮隆によるウェブラジオ小林祐介と天宮隆の君仙ラジオが2020年10月6日から2021年1月26日までおと泉にて各週火曜に配信ありがとうございます